線状体、線状体、線状体、ストライトムは収納の皮質化構造であり、大脳基定核の主要な構成要素の一つである。線状体は運動機能への関与が最もよく知られているが、意思決定など、その他の神経過程にも関わると考えられている。線状体は、新線状体、または、配側線状体と、複側線状体に区分されるが、単に、 戦場体といった場合には、新鮮状態のこと指す、場合が多い。戦場体、ストライトムという名称は、人新鮮状態のお上核と比較がない方、大脳新皮質や死傷からの軸索繊維の束であり、白質によって分断される場所で、互いに連絡している部分が、戦場、ストライアとして見えることから命名された。新鮮状態新鮮状態ニオストライトムは、 配速線状態とも呼ばれ、比較、比較、プタメント、お上角、微上角コデットニュークリアスから構成されている。このため両者の総称して、新線状態のことを、コデットプタメン、CPU とも称する。単に線状体といった場合に、この新線状態のことを指す場合が多い。これとは別に、新鮮状態比較と、お上角は、ストリオソーム、ストライアスム、または、 パッチパッチとも呼ばれると、マトリックス、マトリックスの2領域に分けられ、マトリックスの中に、モザイク状のストリオソームが埋め込まれるという特殊な細胞構築を示す。両者は、変異皮質と大脳新皮質からそれぞれ興奮性入力を受けることが知られている。線状体を構成するニューロンの大部分は、当社細胞である、ギャバサ同性の中型有極細胞であるが、 その他の抑制性神経細胞も存在する。新鮮状態を構成する神経細胞については、主にゲッハ類を用いた研究に基づき次のように分類されている。新鮮状態の当社神経細胞は、中型有極神経細胞、中型有極ニューロン、ミディアム、サイズドスパイニーニューロン、またはミディアムスパイニーニューロン、MSN と呼ばれる。 ギャバ作動性で樹状突起に密なトゲ突起を持ち、細胞体の大きさが中程度20マイクロメートルほど。ラットの新鮮状態の神経細胞の95%を占めると言われる。ギャバの他にエンキファリンやダイノルフィンなどのオピオイドや P 物質などのペプチドを産生する。生体内での発火頻度が低いのが特徴とされる。ウレタンマスイカでは膜電位が ダウン状態とアップ状態の二つの状態を 1Hz 前後で遷移することが知られる。ダウン状態では内向き性流性カリウムチャンネルキール2の働きによって、下分極側でカリウムイオンの流入が生じる内向き性流性を顕著に示し、カリウムイオンの膜電位が反転電位付近の値を取る。いくつかの矛盾する報告もあるものの、現在では線状態の投射ニューロン、 中型有極ニューロンは直接時と間接路の2つの経路を構成する二群に分類できるという見方が有力である。下記、出力の項を参照。線状体の投射神経細胞は中型有極神経細胞、ミディアム、サイズドスパイニーニューロン、またはミディアムスパイニーニューロンである。いくつかの矛盾する報告もあるものの、現在では線状体の投射ニューロン、 中型有極ニューロンは直接時と関節炉の2つの経路を構成する重複の小さい二群に分類できるという見方が有力である。ラットを用いた研究では中型有極ニューロンは線状態の神経細胞の95%を占めそのうち直接時と関節炉を構成するニューロンの比はほぼ同数であるという。新線状態の中型有極神経細胞は 外側規定核元気、ラテラルギャングリアーニックエミナンス、ローチに由来する。また、アセチルコリン作動性抑制性神経細胞は、アワ玉オダマの元気である内側規定核元気、メディアルギャングリアーニックエミナンス、マジからの細胞移動によって供給される。ストリオソーム領域の中型有極神経細胞は、マトリックスの中型有極神経細胞よりも、 最終分裂日が早いことが、ゲ・ハルを用いた研究で明らかになっている。中脳由来のドーパミン含有繊維、国質線状体入力は、発達期には、ストリオソーム領域の中に高密度に分布して、島状に見えることから、その構造を指して、ドーパミンアイランドと呼ばる。歴史的には、発達期のみに見られる、ドーパミンアイランドの概念が先にあって、後に、生体脳における、 ストリオソーム構造が見つかり、ドーパミンアイランドと一致することが分かった。複則線状態、複則線状態、ベントロルストライートムは、ガワザカク、ソクザ座クアッコンバンスニュークリアス、または、ニュークリアスアッコンバンス、ラテン語、急結節、急結節、アルファクテリー・トゥーバークル、または、トゥーバーキアラム・オルファクトリアム、ラテン語などを含む、種樹の薬物中毒に関わっているとされる。 主に複側皮蓋や永住細胞集団からのドーパミン入力を受ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。